はい、どうもー、はい、どうも、水溜りボンドです。お願いします。毎日頑張っていきましょう。はい、頑張っていきましょう。簡単です。トミーです。お願いします。お願いします。さ、ただみんなに情報番組として伝えなきゃいけないことがあるなっていう。はい、だ僕がちょっと気になって、はい、カップラーメン一番売れてるの何なんっていう。結局あ、普通にね。で、カップラーメン売れてる中で、うん、トップ10。はい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 、調べたの。はいはいはい、ね、わかるよ。その、出てるわけね、その売れてる、そう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 、量が、流通してる量とか。はい、それを調べて、うん、で、まあこうですよっていうのをみんなに教えようと思って。はいはい、だから同じ種類の中でも、うん、違うわけね。はい、その売り上げは。そうですね。はい、で、今もうサブちゃんなんで、うん、先に並べました。あ、ありがとうございます。え、もうこの順番になってるってこと？そう、13位ごつ盛り。はい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 。12位、まるちゃん、まるちゃん製麺。え、面白い。黒醤油、チキンラーメン。10位、スーパーカップ、うんうん、で、9位、麺職人。カップヌードルの小さいので、ごつ盛りのこのワンタン醤油が来て、カップヌードルのはいはいはい、トムヤンクンスープが来て。そいつすごいの。で、麺職人、西麺職人の鶏ガラ醤油、麺作りの、鶏ガラ醤油ですね。うわ。で、カップヌードルのカレーシーフードの普通のカップヌードル。すげえな、これすごくない？これこうなってると思わなかったじゃん。まあこれがカップラーメンじゃないっていう方もいると思って、まあちょっとトップ10から先も出してます。ああ、そういうことね。正直言っていいですか、うん、この2つしか食べたことないですね。あ、これも食ったことない。これも食ったことないでしょ。この3つです、ね、これもあるんじゃない。いや、それだから昔俺そんな食わなかったから、多分部活の頃に食うやつなの。うん、そうだね。部活ってない。部活の時これ食ってる。食べてるやつがもう見たことはあるけど、それ食べたことない。はいはいはい。これこの情報知ったらなんかさ、あ、ちょっと上の方のやつ買おうってなるし。だってこれ若干さ、麺作り、はいはい、これね、これ4位なんですけど、うん、なんかそのカップヌードル抜いた時のカップラーメンの中でうわいトップなわけじゃん。でもあんまり多分みんな手に取らない。正直4位だと思わなかったね。それ麺作りの鶏ガラ醤油でしょ。にしても、うん、こいつらクソ強えなって、ね、めっちゃ強い。おつ盛りとか、うん、このスーパーカップとかはまあ結構その大会系ですみたいな人には受けてるね。あ、そう。どれ食べてみたい？あ、じゃあ食べたことないやつにしようか。気になるやつ。いや、だから俺本当にこれかもしれない。あ、これね。キングテイスト角麺×ドストライクスープ×具材。もうだから題名がさ、うん、音臭い。最高だよ。うん、これこれって言ったよね。これだよってやつな。これ全部コンビニで売ってたんですか？これね、言おうと思ったんだけど、みんなにコンビニにはあんま売ってないです。あ、そうなんだ。あ、スーパーとかってこと？コンビニはなんか新しい新作のを出しがちだから、はい、あ、確かに確かに。だからなんかあんまりなんかそのコンビニにいっぱいはなかったんです。ああ、はいはいはい。なんで結構スーパーとかに行かないとないですね。気にはなるな。これ気になるでしょ、みんな。そいつがちゃんと、マルちゃん製麺ってすごい美味しいんだけど、うん、意外となんかみんなコンビニ行ったらこの辺をやっぱ買っちゃう気がする、ね。そうね。あんまりなんかそのカップラーメンに戻っちゃう人は、うん、うん、なんかこの辺行かない気がするけど、本当に美味しいから。いや、だから普通のラーメン屋さんのラーメンに近いんだろう。そうそう、麺が美味しいっていう。今日ゴルフに行ってきたんですよ、僕たちは。はい。でさっき帰ってきて、うん、今これ撮ってて、うん、で数十分後にこの動画が上がるって。そうですね。めちゃくちゃリアルタイムなんですね。うん、普通にうめえ。食べやすい。うん、その油揚げってないっていうか、なんかもっとそのスープ自体がドロドロしてると思ってた。いや、それはだからスーパーカップも何種類も出てるからね。あ、そうなんだ。これは多分ちょっとサラッとしてる。多分これあれなんだろうね。でもここはほら結構売れ線だからさ、うん、個数売りにはめちゃめちゃ濃いのは入ってこないのかもね。ああ、だから日々食べれるようなものなんだろうね。いただきまーす。うん、美味しい。
どういう感じ？でも思ってるよりもなんかコクがしてる。いや、コクが深いと思う。へえ。これはみんなが思ってるような見た目から想像するなんか食べやすいなんか中華麺っていうよりはなんかちょっと濃い感じです。あとあれだな、うん、辛いって書いて辛ラーメンっていうの、はい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 、あれ俺めっちゃ好きなんだよ。その日によってコンセプトが違うとしても、うん、絶対カップヌードル食べれない日ってないと思うんだよ、うん、とりあえずカップヌードルしよっかって言ったらみんな喜ぶというか。確かにね。でもなんか自分で今日選ぼうっていうその幸せを感じてる人はなんか選んだ。確かに確かに確かに。今日はどうでしょうかなってだけです。うん。では選び方変わるんじゃないですか。なんかね、それを見ただけで。そう、食べてみようってあるかもね。うん。はい、ということでサブチャンネルでした。